それではフグの美味しい食べ方を今から説明いたします。まずお鍋にですね、お水を張ります。そしてこのように煮立ったら昆布を取り出します。まず最初は白子です。トラグの王様、この白子をまず食べます。時間はそうですね、1分から1分半ぐらい火を入れれば十分に火が通ります。火が入ったらこのように少し表面が白くなります。じゃあこうなりましたらポン酢に、あらかじめ小皿に取っておいたポン酢に薬味、もみじるしと小麦粉を入れて食します。続きまして、フグの三河、これはですねフグ1匹に対して2枚しか取れない貴重な部位です。この三河をしゃぶしゃぶで食べます。そうですね、これもですね時間で言いますと15秒もしくは、30秒、そのぐらいのあたりの時間で大丈夫です。このように身がくるっとなります。そうするとこの身皮も焼き身が入ったポン酢につけて食べます。どうしてこの部位を一つずつ分けて食べるかと言いますと、そうした方がその白子なりフグなり一つ一つの美味しさがしっかりと味わえるからです。続きまして弊社オリジナルの生つめです。これはフグの身にフグトラグの皮を練り込んだつめです。2分ぐらいしっかり火を通した方が美味しいと思います。火の調整はですね、鍋の中のこの出汁が、沸騰しない程度といっても、低すぎてもダメです。よく出汁の水を切って水分を取って、で今フグのトラフグの白子、トラフグの三河しゃぶしゃぶ、そしてトラグの皮の入った生つみれを食べていただきました。ここで本番のトラグの身とあらを入れます。頭ですね、そしてカマ、そして口ですね。あまり火が早すぎてもいけませんけど、生でもダメです。このまま2、3分ぐらい、約2分ぐらいですかね、かけてじっくり食べていただきます。そして、フグを入れてくるとだんだん表面が少し濁ってまいります。これアクが出てきたんですね。このアクは丁寧に取ってあげましょう。これもまた同じですね、薬味が入ったポン酢に頭、そしてカマ、最後に口ですね、フグの身ですね、ぶつ切り。丹念にアクは取りましょう。この身はですね、そうですね、これも同じぐらい2、3分で火が入ります。火が入らないとですね、骨から身が取りません。身の場合はじっくりしっかりと火を入れてください。いいですね、火が入ってまいりました。これも薬味が入ったポン酢に入れて食べていただきます。よくご家庭では鍋の中にフグの身と野菜と一緒に入れて食べますが、そうではなくてこのように分けて食べると、そのフグの身、フグの本来の味が、個々の味がよく分かって美味しいです。ご家庭のお好きな、皆さんの好きな野菜を入れて食べてください。春菊ですね、
春菊を入れます。まず春菊だけを入れて食べます。